どうもねくらです。お久しぶりです。腰をしていました。今ここで撮ってる画角以外はめちゃくちゃ荷物があります。早く片付けないと。いろんな荷物がさらに追加で届いてきているので、購入したものを開けていくスペースを作っとかないと大変なことになります。とりあえず今回はデルフォニックスから新作ロールバーンが届いたので開けていきます。よう、今日やっとこの部屋にもエアコンがついたんですよ。今までリビングにしかなかったんですけど、よかったで、アレルギーがひどくて、さっきまで喘息がすごかったんですけど、エアコンにもプラズマクラスターがついているので、ちょっとはマシになってくれるんじゃないかなと思います。開けていきます。よいしょ。いつもの領収書。お！いたんだよね。ネットで言ってる人もいたんですよ。6周年の青が入ってます。期間外なんですけど、まだ配ってるみたい。というか、6周年の青は、ワンチャン期間外から配り始めたんじゃないかなって思うんだよなぁ。とりあえず全種類揃いそうです、今回は。よかった。あとで全種類コンプしたら動画をまた出します。じゃあ、並べていきます。今回届いたのは、この10冊です。一気に10冊はえぐい。こんなに一気に大量に出るのはルブルトン以来ぐらいですね。説明はこの辺にピーって出すので一冊ずつ見ていきます。まず一冊目、かわいい。これはどんなイラストなんだろう。ハンバーガーを食べているイラストです。名前は、あ、名前が書いてあるんですね。限定ロールバーン。かわいい。シンプルなイラストですね。この色が好き。斜線の色がコーラと合ってて、かわいい。ロールバーンの文字は白押しじゃないんですね。普通の印刷です。かわいいね。次。かわいい。そう、今回のロールバーンのなんかテーマみたいなのがあって、マイフェイバリットシングスっていう、自分のお気に入りのことっていうテーマでイラストを依頼してるみたいなので、かわいい猫ちゃんだ。かわいいですね。梅雨っぽいデザインだな。いいですね。どれも全部白押しじゃないみたい。かわいいこんな感じ。次、じゃじゃん。次のロールバーンはこれ。かわいい。なんかこれロールバーン好きな人好きそう。ちょっとなんか最近よく見る感じっていうか、なんだろうな、ロールバーンに日記とか書く人とか結構好きそうなイラストですよね。こういう感じのイラスト好きな人多いんじゃないかなと思います。私も好きかわいい女の子、猫抱っこしてる。いいね。いいね。かわいい。指怪我してる。こんな感じ。次。じゃじゃん。次はこれ。すごい。なんか工具とか考えたり作ったりするのが好きなのかな。ちょっと変わってる。かわいい絵ですね。ここに S 字フック入ってる。なんかすごいぴったりしててかわいいですね。定規とか、この辺の工具とか。いいね。メイクサムシング。どういう意味だろう。物を作るみたいな意味かな。テーマは DIY らしいです。DIY が好きっていいね。いいな。DIY のメモとかここに書いたら可愛いかもね。動物の森とか。最近動物の森のロールバーンをちょこちょこやってるんですけど、全然続いてなくて。DIY のメモいいかも。次。次はこちら。かわいい。なんか猫率高い。
みんな猫好きなのかな？犬はいないけど。かわいい。猫ちゃんだ。なんかコラージュっぽい感じのイラストですね。ここの文字の色を選べたのかな、作家さんが。どうなんだろう。かわいい。かわいいですね。いいな。いろんな作家さんを知れていいですね。かわいい。次はこちら。これ結構ロルバーンっぽいなーって思いました。なんかタッチが違うロルバーンって感じがする。かわいい。ロルバーンの文字がすごい。薄緑だ。こんなの初めてだね。かわいい。いいですね。春っぽい。夏っぽいかな。かわいい。いいね。次。じゃじゃん。こちらは2冊買いました。好きかなと思って自分が。こういう暗い色っていいなーっていう、今の部屋に合う感じもしたし、ベッドの横で使ってもいいかなと思って2冊購入しました。最近ね、部屋が散らかってるからやることなくて、片付けをした方がいいんだけど、寝る前とかにベッドでゲームしたりとか、裁縫したりとかするので、これいいなーと思って、日記とかね。日記はね、続かないからできれば書きたくないんだけど、いいかなと思って2冊購入しました。かわいい。馬かな？かわいい。油絵っぽいのも好きだから、めちゃめちゃ好き。いいね。かわいい。暗いロルバーンが好きなのかもしれないな。次。かわいい。かわいい。猫ですよね。すごいかわいい。これも2冊買いました。これが今回の一番のお気に入り柄ですね。私のマイフェイバリットはこれでしたね。かわいい。象から鳥につながってる。すごい。今回、このノート10種類購入できるのが、ウェブショップとデルフォニックス渋谷と大阪なんですけど、渋谷のデルフォニックスの近くでこれの原画展もやってたみたいです。かわいい。なんか全部、塗りつぶしじゃなくて、こことかちょっと色違うの可愛いですね。いいなぁ。なんか最近お気に入りのロルバーンと服装をコーディネートして外に出かけるのが楽しくなってきて、アクセサリーとかこういうの合いそうなのを合わせて持ち歩きたいですね。可愛い。すごい可愛い。いいね。すごい可愛いな。すごいかわいい。結構お気に入りですね。2冊買ってよかった。次はこちら。結構シンプルなドクロ柄ですね。昔こういうのなんか持ってた気がするな、この人の。かわいい。なんか小学校の時めちゃくちゃ好きで使ってそう。かわいいね。こんな感じ。これ外国人かなって思ったんですけど、日本人2人組の旦那さんと奥さんのグループみたいです。2人組の作品みたい。いいね。ここの後ろが緑で、ここの字が紫なのもマッチしてますね。かわいい。次、最後です。今回一番人気だったんじゃないでしょうか。水玉さんのロルバーンですね。ネットでは即売れだったみたい。3分で売り切れたとか聞きましたね。で、デルフォニックスも2冊までっていう購入制限だったみたいなんだけど、何回も並んでる人もいたみたい。それはちょっと嫌だけど。かわいい。ソフトクリームが好きなのかな？フェイバリットタイム。アイスかな？で、今回これは3分ですぐ売り切れてしまったんですけど、ここにある全種類が7月の3日14時から再販売ネットで開始するので、ご安心を。まだ買えます。よかった。なんか全部可愛かったし、1冊ずつ買ってよかったですね。やっぱでもお気に入りはここ2つですね。あと3番目の女の子のやつもすごい可愛かった。まあ、全部可愛いんだけど、なんとか今回も全種類購入できました。まあ、6周年の青が一緒に入ってたのも嬉しい誤算ですね。よかった。と思います。今回の動画はここまで。また日付は空くかもだけど、できるだけ毎日投稿は続けていかないと動画のネタが部屋から溢れてしまうので、たくさん今日も動画を撮って片付けを頑張りたいと思います。バイバイ。ビクちゃんは無事に去勢手術を終えました。うん。
早く取りたいね、カハラー。カーラーもサイズが合わなくてタオルを巻いててちょっとかわいそう。綺麗好きなのに体が汚いのがストレスみたいで、さっきいっぱい拭いてあげました。早くバイバイって。早く取りたいよね。やだよね。見せ物みたいにされて。バイバイって。エアコンがついて、これからは快適なお部屋でベクさんも寝ることができます。バイバイ。